地密義恐竜博物館は中華人民共和国四川省地密義市の地、三義世界地質公園の一角を構成する博物館で1987年1月に開館された。市の中心から東北約9キロメートルの大船式238号に一市66警平方メートルを占める。地密義市は中国で最も恐竜化石が発掘される地で、 当地発掘恐竜化石を基本として、博物館は開設された。この博物館は、日本の福井県立恐竜博物館やカナダのロイヤルティレル古生物学博物館と並んで、世界三大恐竜博物館に数えられている。開館時間は8時半から17時半で、入場料は42元。展示は、恐竜医師館でなされている。1階は、恐竜世界と、 恐竜医師からなり、恐竜世界は恐竜化石の生態陳列となっている。18種類の各種の恐竜が展示され、すべてが地道技師で発掘されている。恐竜医師は恐竜化石埋蔵現場をそのまま保存展示しており、面積は1 5平方メートルと世界最大規模の埋蔵現場である。数千の化石が埋蔵されている。二階は恐竜時代的動植物と、 恐竜珍品からなり、恐竜時代の動植物は、陸上、水中、空中、植物などの展示に分かれて、ここには地道義以外の中国各地の化石も展示されて、恐竜の生態を示している。恐竜珍品では、地道義で発掘された恐竜化石の貴重品十数点が展示されている。1989年からは、 館内の恐竜骨格などの展示物を国外の博物館へ出張展示させる取り組みも行っている。2008年3月22日には福井県立恐竜博物館と姉妹提携を結んだ。ありがとうございます。